クエのキャラデザ、マーニャに続き女戦士も配慮してしまう。ドラクエ 3HD に D のポリコレ対策、女戦士はビキニアーマーにダサい肌色パンツ履いてるし、女遊び人はハイレグじゃない。マーニャにもスパッツ履かせてたけど、普通に可愛くなくね。誰得なの？コスプレイベントの露出対策をイラストにしたみたいになってんじゃん。ダサすぎだよ。フィクションだからいろいろと非現実的な表現をできるわけで、そこにまでケチつけ始めたら終わり。オリジナルの思い出ぶち壊し W。 勝手に変更しまくって鳥山明デザインに対する冒涜ですね。遊び人が遊びきれてないんだよこれ。俺の大好きなドラクエにまでもポリコレの毒が流れてるのか。なんだその布は。芸人が温泉入る時のやつみたい。色も悪い。せめてクロスパッツやろ。ライアンって下どうなってたっけ。まあ時代やろ。まあドットはそれほど変わらんし。ナーフされとんな。ポリコレ笑い。お笑い芸人が吐くやつやん。単純にダサい。配慮するにしてももうちょっとどうにかならんかったんか。この前だれって意味あるの。肉のとこほぼ布やん。何かえが古臭いな。鳥山のデジエはなんだかんだで時代ごとにアップデートされとったんやな。鳥山明ならこうしないよ。デザインごと変えたらいいのに、センス悪く感じるわ。ドラクエモンスターズとかあれで売れてるし、どんどんナーフしてけ。生きてた時からなってた定期。でもよく考えたら普通しかますよな。肌に直接硬いの当たるし。うん、肌色なの外視の抵抗を感じるわ。いやいや描いたんやろな。この色でごまかそうってのもせこさがあるな。フィギュアスケートの衣装かよ。全身黒インナーにすれば露出に配慮しつつ逆にエロいまであるのに。いっそ黒にした方がエッチや。僧侶の全身スパッツの方があかんと思う。課金で元に戻るしよ。原作のままで良いよ。リスペクトしろ。ビキニアーマーもバニーもこれじゃ全然可愛いない。日本の良いところぶっ壊されそう。ポリコレ表現規制がどんどん進みますね。ほんとそれ。ポリコレって誰のためのものなの。スパッツとスポブラは黒が良かったな。それかグレーのカルバマルくらい丸。